母音死者はアイルランド貴族の子者区員。スタック・アランの初代ハミルトン男爵グスタバス、ハミルトンが1717 17年に除されたのに始まる。第二代母音死者グスタバス、ハミルトンがバコーン公爵家の祖である、初代ペーズリー教、クロード・ハミルトンの次男フレデリック・ハミルトンの三男、グスタバス・ハミルトンは、中将まで昇進した陸軍軍人であり、名誉革命中には、 オラニエコー・イレム3世のもとで、ジャコバイトと戦った。ボイン側の戦いに参加して負傷したが、アスローオン教習にも参加して、アスローオン総督に就任した。革命後は、ドニゴールカウンティ選挙区やストラバーン選挙区から選出されて、アイルランド庶民院の議員を務め、1715年10月20日に、アイルランド貴族社位ミース州におけるスタック・アランの、 ハミルトン男爵に乗されてアイルランド貴族院議員となり、ついで1717 17年8月20日にアイルランド貴族爵位母院爵に乗せられた。六大母院爵グスタバス・ハミルトンは、坊家の女子相続人であるハリエット・ボーと結婚し、彼女の実家坊家からシュロップ・シャー・ブライドノース、バーワートンにあるバーワートンハウスを相続した。母院爵家は19世紀を通じて、 バーワートンの荘園を拡大した。七大母院施設グスタバス・ハミルトン・ラッセルは、エマ・マリア・ラッセルと結婚した。エマの実家ラッセル家は、銀行業と炭鉱業で莫大な財を築いた、富豪であり、ブランセペス城を所有していた。妻を通じて、これを相続し、1850年には、ハミルトン・ラッセルに改正した。1866年8月31日には、 連合王国貴族爵位ダラムのパラティン州におけるブランセペスのブランセペス男爵に除されたため以降の当主は自動的にイギリス貴族院議員に列するようになった現在の当主は11大母院子爵グスタバスハミルトン・ラッセルである邸宅は現在もバーワートン・ハウスである爵位にかかるモットーは我、省令も見くびりもせずである現当主グスタバスハミルトン・ラッセルは 以下の社位を保有している。ありがとうございます。